は、間切りは、海上自衛隊の護衛艦。朝霧型護衛艦の5番艦。艦名は、浜に立つ霧すなわち、浜霧に由来する。なお、艦艇名としては、旧海軍通して、初の命名である。なお、本艦以降、朝霧型護衛艦の対空レーダーは、艦艇用としては、世界初のアクティブフェイズドアレーレーダーである OPS-24 となった。は、は、 中期業務見積もりに基づく昭和60年度計画3500トン型護衛艦2226号艦として、日立造船舞鶴工場で1987年1月20日に寄港され、1988年6月4日に浸水、1990年1月31日に収益し、第1護衛隊軍令下に新編された第48護衛隊に、沢、 雪とともに編入され、横須賀に配備された。1991年7月1日から7月31日まで、護衛艦、白根、夕霧、甘霧とともに、フィリピン方面海上実習に参加する。1992年8月28日午後7時ごろ、房総半島南東約5 5 0トルの太平洋上で、夜間洋上給油中に護衛艦、 甘霧と衝突事故を起こしている。相手艦の甘霧の右舷後部に艦首が衝突。甘霧は浸水傾斜等、海上自衛隊史上最悪の被害を受けるが、死傷者はなく、その後、修理を経て戦列に復帰している。1994年、護衛艦、クラマ、甘霧と共に艦隊併用合同演習に参加。5月31日に横須賀基地出港。 6月23日から7月6日に、同年12月20日から12月23日、護衛艦、甘切りともに、東京に寄港した韓国海軍の補給艦、天地等からなる練習艦隊と交換。1995年1月から7月に、石川島張間重工業東京第一工場で行われた定期検査において、シースパロー探査無気力装填装置を装備。 1996年3月16日、第4護衛隊軍第41護衛隊に編入され、定形校が大港となり、同地に転籍。1997年3月24日、第4護衛隊軍第48護衛隊に編入。同日付、け、対番号の改正により、同年6月9日から9月3日の間、護衛官、春名、明、公及び、 p 3 c 5機と共に、米国派遣訓練に参加。1998年3月20日、第3護衛隊軍第7護衛隊に編入。2000年9月1日から11日まで、ロシアペトロパブロフスクカムチャツキー沖で実施された、日露捜作、救難共同訓練に護衛艦、ヒエイと共に参加。同年10月4日、護衛艦、セト、ギリと共に、 オタル港に寄港したオーストラリア海軍フリーゲート、キャンベラ、ダーウィンのホストシップとして派遣された。2002年2月22日、護衛艦、アマギリ島と共に、東南アジア方面外洋練習航海部隊を編成し、第35期一般艦部候補正過程修了者、約90名を乗せて、枝内を出港する。マニラ、スラバヤ、カツレンに寄港し、3月31日に、 江田内に帰島。同年、艦隊平用合同演習に参加。2004年、遠洋練習公開に参加。2008年3月26日、護衛隊改編により、第四護衛隊軍第四護衛隊に編入。同年4月9日、護衛艦、霧島と共に、東京に入港したフランス海軍揚陸艦、ミストラルト交換。2009年10月6日、大港を出港。 途中横須賀において、護衛艦、高波と共に、第3次派遣海賊対処行動水上部隊を、編成、同月13日、ソマリア沖、アデン湾へ向けて、横須賀を、出港、11月7日から翌年2月20日まで34回、計283隻の船舶を護衛し、2010年3月18日に、帰国した。2011年8月1日、 平成外により、護衛艦隊直轄第15護衛隊に編入。2013年4月7日、第15次派遣海賊対象行動水上部隊として、護衛艦、明けぼのともに、ソマリア沖へ向けて、出航、任務を終了し、同年9月27日、大港に寄港した。2014年10月26日及び28日、ロシアウラジオストック港内及びウラジオストック沖で、 実施される日露捜作、救難共同訓練に参加した。2017年11月20日から25日までの間、ロシア連邦海軍駆逐艦、アドミラルビノグラドフなどとともに、ウラジオストック港及び同周辺海域で実施される日露捜作、救難共同訓練に参加する。現在は護衛艦隊第15護衛隊に所属指定傾向は大港である。 ありがとうございます。